はい、どうも、トラサブです。今日はね、鍋してます、一人で。ちょっとね、見えるかな？見えへんかな？汁取れそう。餃子かな？ちょっとな。今日までやったんでね、賞味期限。ちょっと、急いで餃子20個食べないとわかんないけど。早速、いただきます。まず、肉から。おいしい。で、まあ、餃子いただきます。うまいわ。まあ、どんな感じの鍋かって言ったら、こんな感じです。見えますか？見にくいかな。一人鍋してます。一人でね、寂しく食べるのもあれなんでね、ちょっと動画撮りながら食べてるんですけど、寂しがりかっての。いや、餃子ほんま美味しいわ。まさかの冷蔵庫開けたら賞味期限今日までやったんでね。やばいわ、思って。ちょっとね、餃子で急いで鍋作った感じなんですけど。いや、ほんま、鍋って、鍋がね、美味しい季節がやってきましたね、この時期は。あんまりでも野菜ね、入れなくても僕は肉だけでいける派なんですけど。まあ、野菜もね、友達と鍋した時に余ったやつがあったんで、ちょっと入れてるんですけどね。残したらってか、腐らしたらもったいないんでね、冷凍庫にちゃんと保存して。まあ、これがね、トラ吉の日常ですね。まあ、こういう感じでね、プライベートの動画とかもね、撮っていけたらなって思ってるんでね、ぜひね、チャンネル登録、高評価、コメント等、どんどんお待ちしています。にしてもあれやな、うまいよ、鍋。で、最近ね、寒くなってきたんで、皆さん健康管理に気をつけてね、こういう鍋やったりとかね、あったかいもの食べて、体の底までね、温めてね、寝るときはちゃんと布団かぶって、風邪ひかんように気をつけてください。ほんまにそう思います。うまっ。うまいっす。最高にうまいっす。ああ、うまっ。ニラも美味しいな。ほぼね、餃子がメインなんですけど、野菜とかも全然入ってないし、肉もそんな入れてないし、ほぼ、まあ、肉も冷凍してて、1ヶ月ぐらい前の肉かな、なんですけど、まあ、肉もあんま入れてないし、ほぼ餃子がメインですっていう感じの鍋の動画なんですけどね。まあ、いつもね、一人で寂しくご飯食べてるわけですよ、一人暮らしなんで。皆さんとの交流がなかったらね、僕は一人ぼっちかもしれないんですけど、皆さんがいてるんでね、楽しいです、毎日が。ありがとうございます。まあ、そんな感じでね、今回のサブチャンネルの動画以上で終わりたいと思います。またプライベートの姿とかどんどん見せていきたいと思います。ほら